皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋貴子です。本日は来週から札幌に入りますが、じゃん、あ、消えた。こちらのですね、ライブツアー、6月1日、札幌の告知の動画を撮っております。はい。来月ですね、6月1日、水曜日に札幌で、出版記念セミナー&ライブということで、開催していくことになります。今日ですね、締め切りで、レストランの方に食事の人数をお伝えするので、本日が締め切りとなっております。出版記念はこちらの本ですね。このキランキランとしてると思うんですが、はい、いつも時間がないと悩むあなたに送る感情時間術ということで、こちらの本ですね。どんな本かっていうと、感情で時間をコントロールするというちょっと変わった手法を使った時間術の本になっております。で、こちら今回ですね、推薦の帯、お二方の先生のコメントをいただいております。まずお一人目がですね、こちら、お金に困らない人が学んでいることということで、岡崎勝弘先生ですね。おかかっちゃんって私たち、まあ、かっちゃんって呼んだり、おかかっちゃんって呼んだりしてるんですけれども、非常に明るくって、ユニークな、先生で、朝の方の、クラブハウスとかでもね、いつもお世話になっているんですけれども、こちらの方もですね、非常にこう、内容がですね、お金、どこを見ればいいかな。まあ、お金、学びをお金に変える31のポイントとかいろいろありまして、稼ぎたいっていう人にはですね、必見の書となっております。で、今回ですね、一応コメント等々もいただいておりましてですね、かかっちゃんの方のコメントがですね、あれ、ちょっと今ページが違うところに飛んでしまいまして。ちょっと待っててくださいね。はい、ありました。はい。こちらには、その一部抜粋のコメントだけなんですけれども、実際にこの本を読んだ書評ですね、そちらの方をいただいております。人材プロデューサー、岡崎勝弘先生。時間が増えるコツは、時間の長さを感情で錯覚させること。感情と時間という新しい切り口で大変読み応えがありました。例えば、嫌なことがあると、モチベーションが下がってしまって、全然動けなくなり、無駄に時間ばかりかかったり、不毛に時間を長引かせますよね。そう考えると、時間と感情の関係性は深い。楽しく、あっという間の時間を過ごしていたら、人生は最高にハッピーだと思います。そのための方法をいっぱい学ぶことができました。まさか、当たり前にしてきたスケジュールを立てることを感情が邪魔するとは。やりたいことを物理的な時間の不足から諦めている人におすすめです。時間が足りないという勝手な幻想から卒業させてくれる一冊です。ありがとうございます。そんな書評をね、いただいてます。こちらの本ですね、岡崎勝弘さんでした。で、もう一方ですね、石川和夫先生という、なんと時間管理術の先生に大胆にも書評をお願いしております。はい。私の時間管理の仕方と石川先生の時間管理の仕方は切り口が違うので、両方それぞれに実践していただくといいと思うんですけど、こちらの本を会場でプレゼントします。仕事が早い人はこれしかやらない30ということで。石川勝夫、間違えた、30万部、シリーズ累計30万部突破ということでね、はい、ものすごいスピードで本格先生で、1年で8冊とか10冊とか書くのおかしくないですかっていう方なんですけど、こちらの先生にですね、下のところの帯のところにコメントをいただいております。時間管理の専門家、石川和夫先生。時間の長さを感情で錯覚させる。今までにない新感覚の時間術本ということでね、タイトルいただいてます。時間術の書籍は数多く出版されています。従来は無駄を省く時間効率化、重複しているタスクを避け、人に任せ、やらないことを決める趣旨の
左脳型の時間管理法の書籍でした。この書籍は全く新しい時間の不思議、それは同じ1時間でも楽しい時間はあっという間に過ぎ、面白くない時間は恐ろしいほどに遅く感じてしまうこと、同じ1時間なのだから物理的にはありえないのにそんな気持ちにさせてしまう、この感覚を応用したのが右脳型時間管理法。例えば新幹線で移動する東京大阪間を渋谷新宿間並みの感覚で捉えられたら、面倒に感じていた移動時間も苦ではなくなり、どんどん行動できるようになります。確かに2時間を5分で移動できる感覚に変われば、まだ残り1時間55分もあるのです。感情で時間を増やすことができることも実感、もっと正確に言うと感情で時間を増やしたような自分の錯覚の中で最大のパフォーマンスで動けるようになることを確信した著者が、やりたくないことを終わらせるコツ、時間を奪う人の対処法、時間を重ねる方法など新メソッドと分かりやすい事例で、あなたの時間を密度の濃い時間に変える方法を教えてくれていますという書評をいただいております。ありがとうございます。ということで、こんな素敵な新刊、自画自賛なんですけど、この新刊がですね、7月6日私のバースデーに Amazon で販売にはなるんですが、発売にはなるんですが、予約はもう受付中でございます。で、なんと札幌だけは6月1日の、パーティーということで、出版社さんに無理お願いして1ヶ月早倒しでなんとか数冊刷ってくださいということでお願いして、札幌には現物を持っていきますので、書店にもまだ出ていない新刊になりますので、どうぞお手に取って、はい、楽しみに、誰よりも、日本中の誰よりも早く手に取るという実感を持って楽しんでいただければと思います。そんなライブツアー6月1日札幌からスタートです。ぜひお会いできたら嬉しいなというふうに思ってます。ギリギリあと数十分ですが、土壇場参加 OK ですし、間に合わなくてもまだまだ名古屋、宮崎、大阪、横浜続きます。どちらでも構いませんので、ぜひ皆さんとお会いできればと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは現地でお会いしましょう。